じゃん。こんにちは。さあ、教えて豊さん、はい、もうね、あのこのね、動画、この動画、YouTube 動画でも恒例のね、はい、コーナーになりましたけれども、はい、来ています、はい。どんどん紹介していきましょう。ゆやすみさんです。ありがとうございます。ゆやさんですね。はい、豊さんに質問です。はい、ホークスの柳田選手は、なぜあんなにフルスイングをして高い打率を残せるんですか。はい、なんでだと。わ、普通あれだけフルスイングすると三振とか多かったりすると思うんですけど、何なんだろう。え、分からないです。なんで。ボール振らないからだよ。あ、フルスイングしたってボール振らないから。いや、彼はやっぱフォアボール取る率も高く取るよ。はい、だから出塁率もいいしさ、うん、だからフルスイングしてるからってやみくもにどんなボールでも振ってるわけじゃないんだよね、はい、ちゃんと見極めてフルスイングをしてるんだよ、うん、よく言われるじゃない、ボールを振ってもヒットにならない、うん、ボールを振ったらバッティングが崩れる、まあ、いろんなこと言われるんだよ、まあ、その通りでやっぱボールっていうのはヒットになりにくいんだよ、うん、で自分を崩していくきっかけにもなるんだよね、はい、で彼はやっぱボールを振らない、でもストライクはフルスイングができる、うん、だからボールを振らないから自分から崩れることはないという。あ、それは時に振るよ、やっぱりボールもね、はい、振るけどその率がやっぱ他のバッターよりも低いということ、うん、じゃあもう確実性があるってことですね。確実性があってフルスイングするからホームランだったり、だからフルスイングしてると雑なように見えるけど、うん、でも決して彼は雑ではない、しっかりボールを見極めてストライクをフルスイングしてるからあれだけ打てるし高打率も残せる。で両方が備わった選手ってことですね。そう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 、選球眼もあってでフルスイングで仕留めるっていう。そうそうそう、こういう選手ってなかなかあんまりいない。フルスイングができる条件ってタイミングが合ってないとフルスイングできない。あれタイミング合わないとどう。やっぱ前に行くとフルスイングできないの、前に出されるから。はい、ね、後ろだと振れないんだよ、もうバットって、うん、でもある程度フルスイングできるっていうのは、うん、だいたいタイミングが合ってる時にフルスイングができるから、はい、だからタイミングの取り方もうまいということ、うん、ということはボールがよく見えてるということ、はい、だから打率も残せるということなんですね。そうよ。あ、すっきりしました。あ、そう、はい、いやだからあのフルスイングできる選手っていうのはいい選手が多い。そういうことなんですね。そうそう、いわゆるタイミングがいわゆる合ってはいるってことですもんね。合ってる、合ってる。さあ続いての質問です、ブックスプラウンさん、ありがとうございます。佐藤輝明選手は、はい、バッティングを大きく改造しないといけないのか、それとも技術じゃなくてコンディションを維持するだけでいいのか、どちらなのか教えてください。まあ技術的にもあるよね。あ、うん、見ていてどういうところが技術的にはまずね、柳田とは逆で、はい、広範囲に振りすぎる。あ、逆なんですね、今度は。もうね、これはね、何でも振っちゃうから、そりゃピッチャー楽だよ。それ、何でも振ろうとするのは、なんでそうなってしまうんですか。やっぱ振らないと結果が出ないから。だからそれはよく知ってるんだよ、彼は。はい、だから振らないとことが始まらないということもよく知ってる。うん、でも、振っていい場面と振っちゃいけない場面がある。だそういうことも野球の勉強の中でやっぱしっかりわきまえておいてくれたらね、うん、例えばここはフォアボールでもいいって思えばさ、はい、あの子は立ってたらフルカウントになるよ、うん、黙んって立ってたら、ね、そのぐらい相手が怖がってるのになんかこうすっぱだかで野球やってるみたいな感じだよね。何にも怖くない。そうですね、わざわざ振りに行ってしまうとか。そう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 、うん、だからまあそこら辺の駆け引き、勝負の駆け引きとかね、はい、まあ、そういうことを覚えていくと技術的にどうのこうのって言ってもそこをまず知らないとさ、はい、あの大きく成長にはつながらないよね。それはもう経験で自分で学んでいくしかないんですか、それとも誰か一声そういうのがあると。だから考え方の方向なんだよ、うんね、結局右の方向を考えるのか左の方向を考えるのかとか、まあ、いろんなその考えの方向っていうのは、うん、例えばこのペットボトルがあっても、はいね、これ上から見るのと横から見るのじゃ同じペットボトルでも形が全く違うじゃない、はい、だからそういうことでさ、やっぱり考え方の方向で野球打席のその立つ意味というか、うん、方向が全く変わると思うよね、はい、だからそこら辺をまず
こう話しながらやっていくとすごく楽にもなると思うし、はい、彼の持ってる能力っていうのは50分は確実に打てる能力を持ってるよ。おもう確実に打てるよ。そうか、それはその闇雲にあっちもこっちも振らないってことをするとそういう風にできるってことですか、うん、そうそうそう。だから王さんが絶対ボールを振らなかったんだよ、ね、はい、じーっと我慢する。だから我慢が俺は佐藤の中では一番必要なことかなと。あの前半の時調子が良かった時っていうのはそれは何だったんですか。あれはねまだ分からなかったんだ敵が。あどこここら辺が弱いんじゃないかって、はい、ここら辺で投げてたの、うん、もう確固たるあここがここを投げてればもう大丈夫って、はい、そういうとこ掴まれちゃったから、うん、だから打てなくなっちゃったけど、だけどもうやっぱこう打席では我慢が大事だな。課題ですねそこが。必ず我慢してたら甘いボールが来る、はい、それを的確に捉えられるかどうかで、だからこれはフリーバッティングの時からそういう練習しないとね、はい、だからフリーバッティングなんかあの子はこう立ってるだけでいいんだよ。自分の打てるとこ打てるって思ったところだけ打っとけば他のストライクは見逃して、見逃していいんですね。だからそういう練習も必要だということ。ああ、そっかそっか、うん、必ずミスるから、はい、ピッチャーも人間だから、はい、機械じゃないから、うんうん、だからまあそういうことをこう考えて楽に立っとけば、うん、もっと打てるけどね彼は。 あとはそのコンディション面ではどうですか体の。まあそれはね、うん、昨年どういう行動を取ったかわからないけど、うん、コロナの中でね、はい、むやみやたらに外に外食行ったりとかさ、うん、することもなかっただろうし、はい、ね、お酒飲む機会も、まあ、飲むか飲まないのかわからないけど、うん、飲んでもないだろうしね、はい、ただ1年間フルに野球をやったっていう経験がなく、うん、やっぱプロの気づかれとか、うん、攻め方とか、うん、そういうことで相当疲れたと思う、はい、だからそれを考えると、まあ、いい経験もしたし、うん、まあ、今年だよね、はい、どういう佐藤を見せてくれるか、うん、まあ、それは楽しみにしたいけどね。そうですね。ああ、さあもう一ついきましょう、高尾光さんありがとうございます。高尾さん教えてほしいです、はい、なんでセンターラインを重要視するんですか。あ、センターラインっていうのは、はい、まあ、ピッチャーボール持ってるよね、はい、その必ずキャッチャー受けるよね、はい、ね、センターラインっていうのはボールを一番扱うところなんだよ。お、いわゆるセンターラインっていうとピッチャー、キャッチャー、二遊間とセンター、はい、ここが一番ボールを扱うのよ。だいたい野球の8割方扱ってるよ。まあ、9割って言ってもいいね、まあ、ファーストはそのボールを受けたりとかするから、ただちょっと別格としても、はい、一番ボールを扱って一番ボールに絡むところなんだ、うん、カットマンが、あ、そうですね、二遊間で投げてきたりだとか、はい、もう全部が絡んでるところだから、センターラインがやっぱしっかりミスがない選手を置きたいわけ、はい、だからここが確立されてないと、うん、両サイドに持っていく選手っていうのはやっぱりそんなに守備は得意とはしてないよ、うんうんうん、ね、そういう選手がこう横にいるわけだから、はい、センターラインはミスしちゃいけないという、うん、だからここら辺を強度を上げるとチームっていうのは強くなるということ、はい、いわゆるそのセンターラインに置く選手っていうのはじゃあちょっと打率が低かったとしてもやっぱり守備がでも良かったらですか。でもね、そこら辺はね、やっぱセンスがあるんだよ。やっぱりバッティングですもん。センターラインができるセンスがあるんだよ。そうなのか。まあ、例えば山田哲人、坂本だってそうだし。はい、そうですね。そうでしょ、うん、ね、で柳田だってそうだし、はい。だからね、やっぱセンターラインに行くやつって、野球のセンスがね、やっぱあるわけよ。そうなんですね。だから打率がちょっと落ちてもって、勝手に打率を残してくれるから。何も言わなくても。何も言わなくても。なるほど。だから、まあ、センターラインって見てみるとやっぱり強い選手が、うん、そうそうたるメンバーがいるってことになってくるんですね。そうそう、いろんなサインプレーの中でも、はい、ね、やっぱここのセンターラインっていうのが一番絡むから、うん、だからやっぱここら辺でやっぱしっかりしたこう考え、うん、野球をできる人を持ってきておかないと、まあ、そのチームは苦労するということだよね。もう昔からやっぱりそうなんですね。まあまあそうだね、うんうん、だから昔の野球っていうのは、はい、やっぱ森内が言ったように多少打率が低くなる、はい、それは何でかというとサイドに出る人が、うん、もうものすごいバッティングとか、うん、飛び抜けてたから、はい、まあ、例えば長嶋さんだって
そうだし、はい、王さんだってそうでしょ、はい、でもあの人たちがじゃあ二遊間できなかったかっていうとさ、やっぱできるんだよ。あ、そうなんですね。できるけどバッティングの方を生かしたと。あ、そういうことなんですね。そうそう、その代わり打率が低くても、はい、そういう守備とか、うん、そういうボールの絡みに対してミスの少ない人をセンターに置くという、うん、センターラインに置くというね、はい、まあ、そういうことが言われたけど、今はもう、うん、センスのある人がセンターラインをするという大体そこにやっぱ集約されてくるんでしょうね。そうそう、だからドラフトでも見ておくと面白いよ。はっ、やっぱピッチャー、キャッチャー、二遊間、センターっていうのがドラフトの対象候補になってきてるから。なんですね、うん、必然的にそうなってくる、まあ、そういうふうな確率が高くなってきてる、ね、そうか、はい、というわけでね、今日3つの質問答えましたけれども、はい、まだまだ皆さんからの質問を募集しています。ぜひコメント欄に書いてください、はい。